ちは。じゃあ神奈川県から参りました。どうしよう。勇気と言います。いい音ですね。じゃあお願いします。はい。長谷川清さんの別れの三番を聞いてください。アネマの娘というのと、はいはいはい、コルトガードというホワイトアンドネスホワイトスター、それとあと、うん、人間の証明って曲ありましたよね、映画のね、時間があればオルフェのサンバか何か聞きたいんです、はい、なければフライミートゥザムーンという最後を歌いたいと思います。
Close to me, and you, the fire.
Mama, the old strong
ください指僕の友達にキャロルの家でやった宇宙人がいるんですけど、あ、同級生なんですか？友達、同級生です。高校の時よくやってて、で彼らキャロルになってて、僕は米軍の基地の中で歌ってて、でこの間ジョニーも僕ら死んじゃったんだけど、ヤスとは100回ぐらい喧嘩したんだけど、で矢沢がまだ売れてないけどね、矢沢さんだ、僕の先輩なんで、横浜とか川崎でライブやったんです。僕もミキカシさんとこのバンドボーイやりながら、そのうちメジャーデビューしようと思ったら、もうフォークソンググループ、フォークソングのものが廃れちゃって、とうとう、まあ、音響とか行ったんで、でたまたま40年ぶりに親父の応援団、田中親父の応援団、そのグループに入らさせてもらって、4年ぐらい前からですかね、大震災の後でしたか、ギターまた弾き始めて、孫まで来たんで、そのうち孫に教えなきゃいけないかなと思って、ありがとうございます。しっかり福島県の北方の DNA は入れますよ、勝ち気なところはね。じゃあ次の曲は2曲ということなんで、ちょっとボサノバの曲を、渋い曲です、黒いオルフェというのを聴いてください。
の音がガチャ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 聞こえて、こう多少ドジっても分からない。今日こう真剣に聞かれるとなんかねすごくやりにくい。喋った方がいいんですか。ガチャ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 。お酒飲んでいただいて、あのビールの売り上げが今日足らないって。あいつどうだね。飲んでますか。じゃあ最後の曲です。皆さん途中からで手拍子いただいて、Fly Me to the Moon。Darling, kiss me, feel my heart.
ありがとうございました。